にちは、鹿児島の山口農園機構です。今日は久保田の TMS32 ブルースパイラルローターを取り付けて除草作業をしてみたいと思います。どうぞご覧ください。アクセルを上げてチョークを入れます。まずは通常の状態で走ってみます。こういう状態です。スパイラルローター、これを取り付けます。右左左。取れないな。ちょっと何か持ってきてね。
タリーでやったところが、こういう感じです。で、今やったところがこういう状態の草刈りができています。これをまあ何回か通ることによって表面の草が、なくなり、でロータリーをかけるときに、きれいな仕上がりができるようになります。
ーが助走せずに草が生えている状態でそのまま放運したところです。このように草が取れてないところもたくさんあります。で、こちらが助走した後に一回興奮したところです。まあこのようにまあ地肌が見える状態で、これを3回通った状態がこちらです。だからこのように非常に硬い、草が生い茂って、土が非常に硬い状態であっても、まあこれで3回4回通ることによってだんだんとこういういい状態の土に、なってくるようです。はい、ブルースパイラルローターと組み合わせて管理機も考えてみたらいかがでしょうか。山口農園機構でした。